皆さんおはようございます。そうです、しげです。いつもご視聴ありがとうございます。我々は今実はですね、東京ではなく、北海道札幌に来ております。今回夏休みを利用して、札幌に住んでる友人を頼ってですね、ちょっとバカンスに来ております。で、今朝の散歩っていうことで、ちょっと近くに川がありまして、その周辺がすごくこんな感じで広場になってるんですね、川沿いにね。なので散歩がてらちょっと外出てきましたが、天気はあいにくちょっと今週曇りらしいんですよね。だから北海道の夏を堪能しようと思ってきたんですが、実は結構肌寒い状態になっております。まあ、多少東京に比べて涼しいのかなと思ってたんですけど、肌寒い、肌寒いね、これね。今日は8月の4日、肌寒い、肌寒いね。この我々のこんな服装でいい感じです。このウィンドブレーカー持ってきたんですけど、これがないと結構寒いですね。特に朝だからってのもあるけどね、今からまあ散歩しつつですね、ちょっと朝食をゲットしに行きたいと思います。で、朝食をどこで買おうとしてるかというとですね、ここです、サンドリアさん。もう人並んでますけど、ここ24時間営業のサンドイッチ屋さんなんですが、ここで今朝は朝食を買いたいと思います。プリンサンド1つと、でロースハム野菜サンド1つと、あとエッグサンド1つ。すげちゃんやで、あとスキエムコロッケの代わりはエビカツにしようかな。はい、以上、はい、以上です。はい、お願いします。こちらサンドリアさんは、こちらサンドリアさんはキャッシュオンリーでのお支払いとなりますので、皆さんお気をつけください。はい、サンドリアさんで買ってきたサンドイッチいただきたいと思います。卵、エビカツ、ハムと野菜のサラダ、ハムと野菜のサンドイッチみたいな感じかな。プリンが入ったサンドイッチです。甘い系です。ケンちゃんも一緒に食べよう。卵はお世話になってるケンちゃんのです。ゲはこのエビカツサンドで。え？もうあんま今からバリ雑言やめてくれ。いいんで。
動画も撮ってるから。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。ちゃんとこう開けやすくなってる。開けやすくなってる。いただきます。この発電っていろんな大きさがあるね。うん、昨日買ったのこれ 300ml でさ、もっと大きいのあるよ。もう本当に1リットル牛乳パックみたいなやつよ。これは北海道エリアで売っているソフト発電というドリンクなんですけど、ピルクルみたいな味だっけ基本ね。なんか似たようなやつ、沖縄でも飲んだよね。飲んだ。なんか各どこにでもあるんだよね。うん、各県にあるんじゃない、こういうのが。発言、これはケンちゃんのです。はい、そんなわけでですね、我々の札幌旅行1日目、まあ厳密には2日目やけど、昨日の夜はカウントしないということで、うん、1日目はこんな感じで始まります。で、今日の動画はこれで以上なんですけども、今週いっぱい、来週の再来週ってことか、再来週の月曜日まで、うん、こちらに滞在しているので、来週はおそらく動画のアップができないかなと思います。なので、再来週、来週、再来週、その次かから、また、北海道周辺の旅行 Vlog、 札幌周辺のいろいろ行ったところを Vlog として、アップしていきたいと思いますので、楽しみに待っていただければと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。手で食べフォーク、かぶりついた方がいいんじゃない。でもほら、こぼすからっていうからさ、だからお皿の上にこぼすのはいいよ。